オルドビス紀の生物多様化。カンブリア紀の次の時代はオルドビス紀と呼ばれます。約4億8500万から約4億4500万年前までの時代です。オルドビス紀はカンブリア紀に出現した海生動物がさらに爆発に多様化したオルドビス紀の爆発的生物多様化イベントと呼ばれる時代として知られています。海水中の懸濁物、浮遊物質をろ過して食べる摂食者や遠洋性の動物など古生代型の動物層がカンブリア紀に登場した特徴的な動物層にとって変わります。オウムガイなどの軟体動物や三葉虫などの節足動物、筆石などの反作動物、海ユリなどの棘皮動物、床板サンゴなどの四方細胞などが古生代の海で大繁栄しました。オルドビス紀後期には顎を持つ顎口類が出現しました。顎口類には顎を持たない無顎類を除いたすべての脊椎動物、すなわち魚類や鳥類、哺乳類などが含まれます。無顎類はカンブリア紀出現以来オルドビス紀に多様化して古生代を通じて繁栄していましたが、デボン紀末にほとんどが絶滅して、現在では円甲類、ヤツメウナギ類とヌタウナギ類のみが生き残っています。顎口類の出現によりオルドビス紀最後の海洋で顎を持つ魚類が繁栄への道をたどることになります。この多様化によってオルドビス紀には様々な動物が繁栄しましたが、約4億4400万年前、それは突然終わりを告げました。生物の大量絶滅イベントとして知られるオルドビス紀、シルル紀、境界イベントが生じたのです。生物種の絶滅は生存競争や環境変動などによって常に生じています。それは背景絶滅と呼ばれています。それとは別に、ある時数多くの生物種が同時に絶滅するということが起こります。それが大量絶滅イベントです。原生代には種として海に住んでいた動物の化石がたくさん地層に残るようになりました。そうした化石記録から生物の多様性の変化を統計的に調べてみると、原生代を通じて5回の大量絶滅イベントが生じたことが分かりました。オルドビス紀、シュルル紀、境界イベントはその最初のイベントに相当します。オルドビス紀末に生じたこの大量絶滅イベントでは、それまで繁栄していた三葉虫や筆石類、サンゴなどをはじめとした腕足動物、二枚貝、棘皮動物、コケムシなどの大半が絶滅したとされています。生物の分類群、門、項、目、科、属、種などにもよりますが、当時生息していたすべての海洋生物のうち、種のレベルで 85%、属のレベルで49-60% が絶滅したと考えられています。大量絶滅の原因は議論のあるところで、必ずしもよくわかっているわけではありませんが、それまで大気中の二酸化炭素濃度が高く、現在の約20倍、非常に温暖な気候だったのが、オルドビス紀末期には寒冷化が生じて、現在の北アフリカに大陸氷床が形成された結果、海水準が低下し、
多くの海生生物が生息している大陸棚の浅い海が縮小、生息場所が奪われたことによって大量絶滅が生じたのではないかという可能性のほか、太陽系近郊で生じた超新星爆発、大規模火星活動などの影響が議論されています。補足。オルドビスの名前は、モシキチであるウェールズ地方に住んでいた古代ケルト系部族オルドウィケス族からついた王陶器とも言う。良ければチャンネル登録と高評価をしていただくと励みになります。以上、4代目ケンケンでした。